おはようございます。今回はですね、神社の風鈴、こちらを巡ってみたいと思います。まずはこちらから。こちらは松山市三津浜にある厳島神社です。こちらの神社は約1400年ほどの歴史を誇る神社でして、すべての厄除けや交通安全、安産祈願、勝負事などの神様として有名です。この日も何かの神事が行われてまして、笛の音に癒されました。絵馬もあり、素敵な神社でした。次に正木町にある高牛姫神社、こちらにやってきました。こちらの神社は全国で唯一、助産師や教育関係者等の崇敬を集めています。この日はちょうど風が強く、いい鈴の音が聞けました。しばらく素敵な鈴の音をお聞きください。奥には風鈴回廊がありまして、こちらの鈴の音も気持ちよかったです。
この虫干し祭と書いているもんなんですけど、他の神社では名越祭、和越祭と呼ばれる古いお祭りです。昔こちらの神社では神様の御衣や調度品などを虫干ししていて、そこで虫干し祭の名前がついたみたいです。とても素敵な神社でした。そしてこちらちょっと離れてるんですが、香川県の白鳥町にやってきました。こちらは白鳥神社と言います。今回ちょっと残念なことなんですが、ちょうどお掃除をしてまして、エンジン音ですかね、ブロワーのそれがだいぶ入っていたので、ここからは BGM で回っていきたいと思います。とても素敵な神社でした。最後に少しだけ聞けたんで、どうぞ。以上、巡ってきましたが、いかがだったでしょうか。また素敵なところを見つけて巡ってみたいと思います。それではまた。